ライズ東京プレゼンツ高橋尚子キープオンランニング、この番組は健康睡眠ライズの提供でお送りします。高橋尚子キープオンランニング、おはようございます。高橋尚子です。良い睡眠良い走り、オンオフしっかりとっていますか？半蔵門の東京 FM からお送りしています高橋尚子キープオンランニング。毎週末大きなレースが続きますよね。東京マラソンがあって、琵琶湖毎日マラソン、そして明日は名古屋ウィメンズマラソンがあります。こちらは女子の世界陸上ロンドン大会の最後の選考レースとなります。今回はですね、リオオリンピック銀メダリストの桐生選手も出ますからね。はい、清田選手、岩出選手、桑原選手など日本は若手選手に期待をしたいなというふうに思いますね。さあ、マラソンといえばいろんな人からの応援や出会いというのは元気になる源ですけれども、今週の水曜日、番組2回目のイベント、キューちゃんと皇居ランが開催されました。1回目はですね、雨でランニングが中止となってしまって、トークショーだったり、ストレッチなどをして皆さんとその触れ合いをしてましたけれども、今回は朝起きた時から晴天、もう非常にねいい天気で、皆さんと一緒に皇居ランを楽しむことができました。また皇居ランとプラスにしてトークショーもさせていただいたんですけれども、ランニングのこと、睡眠のこと、オンとオフという形でお話をさせていただきました。さあ、それでは今日はですね、そのランニングオンの部分をぜひお聞きください。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。水曜日なのに皆さんこれだけたくさんの方々が参加をしてくださってありがとうございます。また今の声を聞いてわかる方も多いと思いますけれども、天気は良かったんですが、花粉症になりました。花粉症で悩んでいらっしゃる方ってどのくらいいらっしゃいます？あ、結構いらっしゃいますね。もうマスクして、ね、参加をされている方もいらっしゃいますけれども、ちょっと聞きづらいかもしれませんが、花粉症に負けないように、今日皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さん、ありがとうございます。では、早速、皆さんからの、はい、お質問を受けていきたいと思うんですけれども、はい、まずは30代女性、ラジオネーム、ランタッタさんからです。ランタッタさん、はい、ここにいらっしゃるってことですね。手を挙げていただきました。ありがとうございます。ランタッタさん、私は大体楽しく走っているんですが、はい、やっぱり楽しく走るだけではタイムって伸びないのかなと悩んでいます、うん、キューちゃんはいつも笑顔ですが、辛い練習もたくさんあったと思います、はい、そんな時の乗り切り方やモチベーション維持の方法を聞かせていただけたらとても嬉しいですといただけました。はい、辛い練習はと聞かれますと、本当に辛い練習ばっかりでしたね。はい、なんといっても小出監督が出すメニューというのは日本一世界一きついメニューだったと思います。距離で言うと土曜日は毎週80キロ走る日でした。はい、朝ごはんの前に朝飯前の50キロと言って、はい、ご飯を食べる前に50キロを走ってましたね。昼からは軽く30キロぐらいなんですけれども、軽くなんですか、はい、軽く30キロぐらいなんですけど、決してその80キロ走った日というのがあって、次の日も次の日も休めるかというと、辛い時は4日のうちに3回40キロの練習があったっていうような日もありましたね。ただ練習をし終えるとやはり充実感、達成感っていうのがありますし、これを乗り切れば絶対今の自分よりも2歩も3歩も先に進むことができるんだっていうようなものがあったので、そこをこう挑むような、逆に引くのではなくて攻めていくような形で練習はしていたと思います。で、一般の方々は最初目標にするのは42キロ完走することですよね。完走するとやったって、何回もそれを繰り返すとだんだんもっと速く走りたいなっていう気持ちになると思います。その時に絶対にどこかで壁に当たるんですね。伸び悩みます。
はい、その時に何が必要かというと、タイムをこれから伸ばすためにはやはり練習内容を少しずつバリエーションを増やすことがとても大切なんです。気持ちよく楽しく走るだけではなくて、もう一歩上がるのであればインターバルトレーニングという少しペースを早めにした速さを取り入れたり、またペース走やビルドアップといったような形で徐々に上げていく練習や、一定のペースで走り切るといった自分でそのペースをコントロールできるような練習を組み入れていってください。ただ最初にスピードも距離も追い始めると必ず故障します。まだビギナーだという方はスピードは追わないでください。最初は40分走ろうっていうところを目標に、50分1時間というようにゆっくり歩くぐらいのペースでもいいので、距離を稼ぐところのステップが第一歩です。1時間半ぐらい走れるようにゆっくりでもなった時に、ようやく今度はスピードを入れていきます。ただスピードもいきなりトラックで1000メートルとか400メートルってハードル高いですよね。なかなかいけないと思うんです。じゃあどうやって最初にスピードを入れるかというと、練習が終わった後に100メートルぐらいの流しという気持ちよく、走る練習を4本5本入れてみてください。走っているとマラソンのフォームってどんどん小さくなりがちですけれども、ウィンドスプリントや流しというその8割ぐらいで走る速さをするとフォームが大きく、はい、ダイナミックな走りがマラソンの時よりもできるようになるんですね。少しでも可動域が広がることができれば、それをマラソンにつなげることができれば、どんどんまたタイムが伸びてきます。初めはウィンドスプリントで100メートルぐらい、その後はその100メートルをインターバル形式に、電信柱から電信柱はちょっと頑張って8割ぐらいで、次の電信柱から電信柱はゆっくりとジョギングで止まらずにつないで、また次の電信柱から電信柱はまた上げるというのを4回5回、こうつなげていくと、苦しくて止まりたくてもジョギングをしながら自分の速さをコントロールできると、マラソンで苦しくなっても走りながら自分をコントロールできる力につながってくるので、そうやったインターバルトレーニングみたいなものを中に入れていくと、どん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 走りが良くなってスピードアップも可能になってきます。はい、必ず一つ一つ壁が来ると思うんですね。でも壁が来るということは、自分がその壁を乗り越える一個上に一段階上がれるところまで来たんだというように、逆にやったというような気持ちでね、捉えてもらって、新しいことにチャレンジをぜひしてもらいたいなと思います。ありがとうございます。ランタッタさんいかがですか。ありがとうございます。すごい参考になりました。本当ですか。お送りしている曲は星野源恋、ラジオネームゆっちーさんからのリクエストです。来週もイベントの模様をお届けします。気になる睡眠のオフの部分のパートにフィーチャーしてお送りしますので、楽しみにしていてくださいね。では楽しい週末をお過ごしください。キープオンランニング、高橋尚子でした。バイキュー。練習ばっかりでしたね。はい、なんといっても小出監督が出すメニューというのは日本一世界一きついメニューだったと思います。距離で言うと土曜日は毎週80キロ走る日でした。はい、朝ごはんの前に、朝飯前の50キロと言って、はい、ご飯を食べる前に50キロを走ってましたね。昼からは軽く30キロぐらいなんですけれども。軽くなんですか。はい、軽く30キロぐらいなんです。決してその80キロ走った日というのがあって、次の日も次の日も休めるかというと、辛い時は4日のうちに3回40キロの練習があったっていうような日もありましたね。ただ練習をし終えると、やはり充実感、達成感っていうのがありますし、これを乗り切れば絶対今の自分よりも2歩も3歩も先に進むことができるんだっていうようなものがあったので、そこをこう挑むような、逆に引くのではなくて攻めていくような形で練習はしていたと思います。
で、あの一般の方々は最初目標にするのは42キロ完走することですよね。完走するとやったって、何回もそれを繰り返すとだんだんもっと速く走りたいなっていう気持ちになると思います。その時に絶対にどこかで壁に当たるんですね。伸び悩みます。はい、その時に何が必要かというと、タイムをこれから伸ばすためにはやはり練習内容を少しずつバリエーションを増やすことがとても大切なんです。気持ちよく楽しく走るだけではなくて、もう一歩上がるのであればインターバルトレーニングという、少しペースを早めにした速さを取り入れたり、またペース走やビルドアップといったような形で徐々に上げていく練習や、一定のペースで走り切るといった、あの自分でそのペースをコントロールできるような練習を組み入れていってください。ただ最初にスピードも距離も追い始めると必ず故障します。まだビギナーだという方はスピードは追わないでください。最初は40分走ろうっていうところを目標に、50分1時間というようにゆっくり歩くぐらいのペースでもいいので、距離を稼ぐところのステップが第一歩です。1時間半ぐらい走れるようにゆっくりでもなった時に、ようやく今度はスピードを入れていきます。ただスピードもいきなりトラックで1000メートルとか400メートルってハードル高いですよね。なかなかいけないと思うんです。じゃあどうやって最初にスピードを入れるかというと、練習が終わった後に100メートルぐらいの流しという、気持ちよく、走る練習を4本5本入れてみてください。走っているとマラソンのフォームってどんどん小さくなりがちですけれども、ウィンドスプリントや流しというその8割ぐらいで走る速さをするとフォームが大きく、はい、ダイナミックな走りがマラソンの時よりもできるようになるんですね。少しでも可動域が広がることができれば、それをマラソンにつなげることができれば、どんどん。ライズ東京プレゼンツ、高橋尚子キープオンランニング。この番組は健康睡眠ライズの提供でお送りします。高橋尚子キープオンランニング。おはようございます、高橋尚子です。良い睡眠、良い走り、オンオフしっかりとっていますか？半蔵門の東京 FM からお送りしています、高橋尚子キープオンランニング。毎週末大きなレースが続きますよね。東京マラソンがあって、琵琶湖毎日マラソン、そして明日は名古屋ウィメンズマラソンがあります。こちらは女子の世界陸上ロンドン大会の最後の選考レースとなります。今回はですね、リオオリンピック銀メダリストのキルア選手も出ますからね。はい、清田選手、岩出選手、桑原選手など、日本は若手選手に期待をしたいなというふうに思いますね。さあ、マラソンといえばいろんな人からの応援や出会いというのは元気になる源ですけれども、今週の水曜日、番組2回目のイベント、キューちゃんと皇居ランが開催されました。1回目はですね、雨でランニングが中止となってしまって、トークショーだったり、ストレッチなどをして皆さんとその触れ合いをしてましたけれども、今回は朝起きた時から晴天、もう非常にね、いい天気で、皆さんと一緒に皇居ランを楽しむことができました。また皇居ランとプラスにしてトークショーもさせていただいたんですけれども、ランニングのこと、睡眠のこと、オンとオフという形でお話をさせていただきました。さあ、それでは今日はですね、そのランニングオンの部分をぜひお聞きください。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。水曜日なのに皆さんこれだけたくさんの方々が参加をしてくださってありがとうございます。また今の声を聞いてわかる方も多いと思いますけれども、天気は良かったんですが、花粉症になりました。花粉症で悩んでいらっしゃる方ってどのくらいいらっしゃいます？あ、結構いらっしゃいますね。もうマスクして、ね、参加をされている方もいらっしゃいますけれども、ちょっと聞きづらいかもしれませんが、花粉症に負けないように、今日皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高橋さん、ありがとうございます。